めっちゃ船着あるじゃん。知ってるやん、今そう言ってでしたよ。すごい、でもなんかね、いやでもあっていいやん、別にこれはもういいと思う。ちなみに彼女の好みはどっちなの？どっちでもいい。聞く？俺わざわざ自分でやった方がいいのって。いやでもそれ大事だよ話ね。そこは結局そことの話し合いだよ。いや胸着別にあるから嫌いとかないでしょ別に。いや別に気にもしてないってことでしょ、うん、ないならないでってこと。かっこつけてるやん。何それ。今胸毛がゆえのほう。そう、それ胸毛であるからできるやん、それは。胸毛なかったら変だよ。 あるから全然。もしさ、胸毛あった方がいいってこれどうやって送って、彼女に。やだよ。あるか、いいあるかないかどっちがいいか聞いてみたら。確かにね、一応聞いてみよう。うん、ね、彼女が胸毛、私は本当ない方がいいんだよね。別にどっちでもいいけど、そんなんで嫌いになるとかないけど、どっちかじゃない方がいいかなって言ったら、もうなくそうよ。サムネだよそれ。気持ち悪いこれ。いや別にいいんだよ。女の子はどう？女の子自分目線で毛があるかないか。もうないじゃない？あ、ないじゃん。あ、じゃあ自分とスミンさん撮ってるから。撮ってる、あ、動画か。いやそうでしょ。ごめんごめんごめん。肉声届けたでしょそれ。ごめんね。いや正直うなぎあるかないかどっちがいい？はい、あるないの絶対気を使わずに2択で送ってほしい。うん、いやなんかそれね。